ここで裏話してもいいですか？いや、昨日メインステージ争奪戦ライブ来てくれた人、本当にありがとうございました。人気ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、その後のワンマンライブになります。今日はこのもう2日間、本当にネオジャポメンバーは多分大変に、大変な思いをたくさんしてきたんですけれども、まあ、いいライブをするためにはレッスンを積んだりとか、リハーサルいっぱいやったりとか、いろいろあったんですね。で、その後、まあ、そのめちゃくちゃ大変重要なそのメインステージ争奪戦ライブもあったのに、今日披露するこの新曲の振り入れとかレッスンとかもやってて、本当に正直多分すごい大変だったと思うんですけど、どうですか？大変だ。寝る時間がね。そうそう。でも勝って披露するこの曲と負けて披露するこの曲とで全然イメージもね違ったりしますので、でも勝ったからこそ自信を持ってパフォーマンスできると思います。皆さんの力なしではこの試練を乗り越えられません。今回の新曲はすごい力強くてパワフルな曲になっているので、皆さんの心に響くような新曲を届けられたらいいなと思っています。それでは聴いてください。サリオン。Yeah.
勝ち負けが決まる大きなライブを初めて体験しました。そんな中、皆さんのおかげで私たちは決勝戦に出場することが決まりました。You're not alone.
びっくりしちゃってるんですけど、いよいよワンマンライブもやってきましたが、20番になりました。みんな暑いね、私たちネオジャパネズムでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
まってから半年が経ってしまいました。皆さんは長く感じましたか？短く感じましたか？私はどっちもだと思いました。この6ヶ月間でもっとできたことはたくさんあるし、もっとしたいこともたくさんあります。これからもずっと成長し続けたいです。といつも応援してくれている皆様にはとても感謝しています。だけど伝えるのが言葉って難しいじゃないですか。だから全部は伝わらないんですけど、精一杯伝えたいと思います。私のパフォーマンスを見てかっこいいとか綺麗だよとか言ってくれる人がすごく多くて、すっごく嬉しいです。もっともっと頑張ります。これからもよろしくお願いします。はい、じゃあ今度は私が参加します。今日のワンマンライブ、ファーストワンマンライブということで、ここに集まってくれてありがとうございます。ちょっとね、最後ね、申し訳ない、今ね、このなんだろう、スピーカーを落としてしまって、そこはちょっと気にしないでください。今日もこうやって南国校のために来てくれた方もいっぱいいて、で昨日も、前哨戦で南国校のために見てくれた票一票一票一票をしてくれた方が多くいると思うのですが、そんな私たち南国校のために、応援してくださってありがとうございます。この場を借りてちょっといつもちょっと素直に言えないことをちょっと言っちゃおうかなって思ってます。皆さんのことが好きです。半年前、本当に自分はなんて壊滅的だったんですよ、ダンスがね。もう本当にレッスンする時もみんなに笑われて、もうこれは大丈夫なのかと心配になって、本当にね、なんかここまで踊れるようになったのがすごい自分で成長したなって感じる部分で、ありがとうございます。嬉しい、ね、なんかいろいろとライブを積んできて、昨日も前哨戦で2位勝ち取って、メインステージ争奪戦決勝に出れるっていうことで本当に嬉しかったし、ここまでやってよかったなって本当に思いました。本当にありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。今日は来てくれてありがとうございます。昨日も皆さんのおかげで2位になりました。なんか昨日一部の結果発表をちょっと5人で上から見てたんですけど、怖すぎてみんなで泣いてて、でなんか大丈夫かなってね、すごい緊張してたんですけど、みんなのおかげで2位になりました。そして自分はなんか半年は早かった気がして、なんかまだ2ヶ月ぐらいの気がします。自分以外は
めっちゃできてて、自分はめっちゃできてなくて、なんかめっちゃもう本当にね、みんなを困らせてしまったんですけど、今日はできました。泣いてたもんね。泣いてた、泣いてた。できなくて、これが足がね、できなくてめっちゃ泣いて、でも今日はできたので嬉しいです。今日はなんかまとめると、今日はみんないっぱい来てくれて嬉しいです。なんか長くなっちゃうので終わります。今日はありがとうございました。これからもよろしくお願いします。チャンダナです。もうここに来てくれてる人、もう道調べてきてくれたり、チケットをめっちゃ叩いてくれたり、もうなんか本当に女の子もね来てくれたり、本当に感謝感謝いっぱいの、もうワンマンがこんなに素敵なワンマン、多分一番だと思います、私自身。だから私は本当にアイドルの中で、これはアイドルの中で一番幸せな自信があるので、皆さんのことも本当にここのネオジャポに来てよかったとか、まあ、押してよかったって思ってもらえるような一番のグループになれるように、これからもっともっと頑張っていきたいです。で、今日は本当に来てくれてありがとうございました。ネオジャポニズム、まだまだこれからたくさんの試練が待ってると思います。それには皆さんの力が本当に必要です。ネオジャポニズム、これからネオな道を切り開いていけるように、これから皆さんが押して後悔を しないように、もう絶対後悔させないので、これからも私たちについてきてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上、私たちネオジャポニズムです。じゃあね。